ツルツルでコシの強めのおそばと天ぷらはかぼちゃ、エビ、シシ。こんなは、うん、葉っぱがついてる。それ。限界まで行くんですか？限界行きたいな。無限が前ちょっとあれやったんで。ちょっと不本意ですよね。ちょっとほんまに無限の力みんなで見せたいなって。こんな食うみたいな。はい。なくします。最高。すいません、お客さん、はい、もうザクザクザク言うとこまで行く、行きますよ。楽しみだね。お願いしますよ。はい、お願いします。店内は落ち着いた空間で広々としています。はい、お願いします。ツルツルでコシの強めのおそばと天ぷらはかぼちゃ、エビ、シシト、ナス。なんとおそばは食べ放題。すごいよこれ。3倍きたな。あ、天ぷらからいった。あったかいから。私は宇宙食いだ。マイク数えるんだって思ったけど、ね、数取り弾やったら、ね、絶対間違えない。暴露写真されてましたね。塩うまい。塩と言ってみて。わさびと言ってみて。今日、そばアレルギーになる過去を知ってるからさ。食べ過ぎてる。食べ過ぎてる。そんな花粉症みたいなことあるのか。一定量行き過ぎたらもう。うん、おいしい。すいません、おかわり2もらっていいですか。はい、すいません、2枚いただけていいですか。はい、今2追加しました。ラーメンと全然違う。食べやすい。こんなところでガチで無限に食ったろみたいな意気込みの人来なさそうな店じゃない。いや、僕とこれ勝負やろな。だってそれを歌ってないもんな。メニューね、外にのメニュー。店員さんは結構みんな息のいいなんか若者が来たっていう感じ。行ってくださいねみたいな。お父さんの優しさ感じたね。ちょっと概念通すわ。お待たせしました。ありがとうございます。すごいですね。お塩もいただいていいですか。お塩、たくまいました。多い人で何倍ぐらいって人いるんですか。多い方かかで9か10か9か、トータル9か、うん、もっと大好きな人もいます。9やと多分越せるんちゃう。マジ、マジ、うん、伝説これ2や、まあ、5やな、うん、あと4いける。2なら、あ、そう、2もらっていいですか。2です。はい。マー君、エビの尻尾なんて食べてるやん。あ、俺食べんねん。今日、まあ、エビフライはなんかあんま食べて。あの先っちょがどっかあるってやつやろ。どっかあるの聞いたことあるけど、だからそれ、ほんの先っちょだけ切った方がいいみたいな。へぇ、こんな時にエビ専門家の友達がおったらすぐわかんのにな。おらんか、それがどっかどっか。おんのか、エビ専門家の友達。エビ専門家の友達がおったら聞けたのにな。なんでええ、僕めっちゃシャッフル出そうになる。それ止めてるみたいな。シャッフル出そうになるのはちょっとおかしいな。そうだね。マジ早いから。ちゃんとすりつぶせてないんじゃん。空気が一緒に入ってもうてん。あ、そうだな。そうじゃん。大きいまま。だから俺はほんまに肉食獣と同じ歯の形やからさ。どういうこと？もう強靭な顎やから。ちょっと一噛みですぐ粉々にできんねん。おお。見つめてたな。貫通したわ。やろう。視線が脳の裏まで行ったもん今。そうやね。もう今食われてるよね。食われて食われた。あ、草食動物ってこんな気持ちない。うん、そうやね。だってほんま動かないから。そうやね。すいません。2枚追加ください。すごい。僕1枚ください。お、5枚少しある。あ、2枚。すいません。はい、結構多いよ。これ追加しました。2枚で、ちょっと一歩リードということで。いや、俺らがリードしてるんだよ。2枚目です。だから7枚目ってことで。すごいすごい。これを食べきったら7。7、はい。今5か。もう出てない。もう出てない。どうでしょう。これ6ちゃん。これ食べきって5。1と2で、これ食べきって4か。いや、4も十分。すいません。これ2もらって。2枚。すごい。甘みやんの、うん、甘みやんの、舐めてんの。
ほら、聞くなよってことやろ、うん、もちろんやろって今の俺のコメント辛口やで、今の俺のコメント辛口やで、山椒入れて香りも添えたろかな、山椒入れて香りも添えたろかな、お腹いっぱいだった、もうお腹いっぱいだった、これ全部食って7やろ、7が一番ちょうどいいかもしれない、限界いかないっていうのがある、あー、なるほどね、まあ、どうって言ってなるほどね、逆転ないよ、まあ、来たね、ハグ、これ5つやで、来たねって、ありがとうございます、はい、これね7、5か、これ食べて7やで、すごいね、ごめんそんなにそんな食われへんか、今思ったら。そんな食われへんです。言ったんです、すいません。そう、タラちゃんみたいに。そんな食われへんです。言うでもわかんない。マスオさんちゃうか、マスオさんも、えぇ、ー、って言わへんから。そんなん、マスオさん。えぇ、ー、オッドセイさん。オッドセイさんちゃうか。あいつ言わせちょうだいって俺言わへんよ。頭は波平やもんな。いや、ラジオ。おっしゃ。おー、7は行きましたよ、7クリアです、嘘なんじゃ、でも俺な、ごめんす、負けっぱなしやねん、無限の、ちょっと今日ぐらい勝ちたいね、おすいません、1枚追加してください、はい、刻んだ、なんで9も9食うねん、動画も撮ってない、食うだってマジで1人で9なんて7とかやったら俺もクリアしてんの、9なんで今日もやってるの、10いけ7じゃ足りない、なんでだよ、8でまだいけんな、なんで9で限界、食うんだよ、10いけよ、なんでみんなそんな食う人多いの、同じやつじゃない、1人の人物じゃない、こういう1人おるのよ、カレーもあの先輩行ってピザもおったやん、すごいやつ、ピザも全部おった人だけ、1枚目、ね、改めて前で数えるの、そばはもともと葉っぱがあって、それで1枚目を数えるの、そば、植物、だから前で、だってそばっていう葉っぱがあって、それは葉っぱはいっぱい何枚も入ってるやろ、だから1枚目が数える、そばに出したら植物全部入ってる、この形でやっても1枚目昔食べるときに蕎麦屋で皿代わりに大きい葉っぱを使ってて、それで1枚とか入れたわけではない、じゃ違うそっちっぽいね、葉っぱが枚数であるその葉っぱはなる、そうしよるか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 、どっちでもいいよ、そうしよるか、そうしよるか、そうしよるか、じゃあええか、このそうしよるの葉っぱが1枚2枚って数えられたから、今も今一緒、8枚目、これ一人前も多いね、そばの1枚2枚っていうのが、まあよか、これが1枚2枚かどうか、猿が参考にしてるやん、参考にしてない、ちょっとさっきの笹の葉がちょっとさ、もうインスパイアされてさ、もうそれを栄養に使ってやん、それがそうすぎて、それがそうすぎてもらったやん、ほんまは、うん、葉っぱがついてる、葉っぱついてて、で、1枚2枚って数えんねやろ、その葉っぱを、そのもの流れで、そばもう無理やろ、泣いたもんだってどうしたらいいかって、もう分からない違い最悪、出た出た、ほんまにブラックハジがで最近そのさ闇遊戯のさ、はいはいはい、さ闇ハジが割合こうなってきてるよな、もう遊戯王の後半と一緒ほとんど闇遊戯や全部勝利取ったんだよ、意気込んだ塩で食うの、タイミングで塩で食うのいきなり意気込んだ、もうけど結構食ったな、ハチでごめんなさい無理やわ、多いなハチ、はい、ごちそうさまでした、ありがとうございました、ごちそうさまでした、8枚分ぐらい、どうやって神でいいかな、聞いたことない
いいだろう。十倍分ぐらいになる。はい、どうぞ。はい、どうぞ。いいですか。8枚分ハゲてる。ペロがそばで例えるの8枚分ちょうどすごい量やん。足りてへんよな、8枚分。あら、8枚分足りてへん。足りてる、8枚分足りてる。そんなハゲてる、大変大変。ゆとり行こうぜ、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 その